箱根のところですぐだ。焼きそば。ララ畑で採れた。シチュー。ここはまで行方不明店に行ってきたんですよ。近いな。おお。ゾクちゃんです。ゾクチョです。お水です。今日はでで箱根芦ノ湖に来ております。なんでここにいるかというと、今日は箱根のお祭りウィークの花火大会ウィークの最終日で、なんとここで。鳥居焼き祭りという鳥居親子お祭りがあるわけです。なので花火がどーんと今年も上がるので、今年は去年は元箱根のところで湖水祭りに行ったんですけど、今年はこちらの芦ノ湖で鳥居焼き祭りを楽しもうというわけなんですけど、鳥居焼き祭りっていうのは流行り病が昔あった時に、その流行り病を治めるために鳥を焼いて、その火影を神様に捧げたっていうことらしいんですけど、肝心のお祭りなのに江戸さんがいません。江戸さん、祭りだ祭りだ、ちょっとヒラヒラし、ここは気をつけてくれ。 あやばい、バンされちゃう。だいたい欲しいであろう、たこ焼き、焼きそば、ポッカ焼き、バナナ、ジャガバター、イカ焼き、お好み焼き、ニカニカ入った焼きそば、はい、が置いてあるので、置いてある。なので、今からアークだったら店舗を増やすんですけど、ちょっと増やせないので、ちょっとそれぞれ買って食べたいな。もうお腹は空いてる。お腹空いてる。はい、OK。じゃあちょっとこれから買いに行きましょう。バラされてるのか。そう。俺はゲソだな。どうだよ。半身。まあ。全部ね。全種ね。チャカバチ。まだ始まってないのにランタケノさん。リュウジさんっぽくやった。ああ、確かに酔っ払わないと。そう。酔っ払わないと。氷パンってやんないと。やばい、ジェラートです。出ないってかかんないよね。ジェラートだ。焼き鳥がちょっと、たこ焼きも並びが強くなってきたので。たこ焼きに並びます。分かった、お金渡しとく。1000円渡しとけばいい。はい。ということで、いろいろ買ってきた。はい。食べていけばいい。食べていこう。1個ずつ見ていこうかな。これ何？これイカですね。一番良かったやつだ。これジョバンニのやつをまず分けとかなきゃいけないですね。確かに分けてください。どれだっけ？丸と、これちょっと持ってます。丸と半身とゲソ。これか。これ半身だな。これ半身。ゲソと丸が入ってる。じゃあこれを。うん、あ。あ、まあ。大丈夫。びっくりした。びっくりした。はい、で、あ、いや、丸は？丸入ってるところに。あ、これがジョバセットね。はい、うん、あ、そうか、ジョバセット今渡して大丈夫、絶対今じゃない方がいい。ギリね。これ、じゃあ先に食べたらいい。これが属セット、はい、すごい、空砲が一旦な。じゃあ、皆さんこんばんは、村野武則です。あ、もう汚したもん、ほら汚した、万歳。全然万歳じゃん早速垂れたわ。私はこう1ヶ月そうでございますけども、今日は裏の畑で採れたね、こちら裏の畑を食べたいと思います。違うな、裏の畑じゃねえ、1ヶ月そう食べたいと思います。はい、いきます。では、はい、いただきたいと思います。どうぞ。ライドさんも汚すもん、これ。新幹線ここがイカ食ってる。行くぜ
バンジー。冷てラムネうめえ。もうね、ちょっと待った。あ、それはもう、それは、ね、それはもう、この袋が良くない。袋が、族ちゃんが大事故です。すげえ、なんか焼きそばです。マジでパック持ってなくて。大盛り焼きそばかな？普通の方ですね。普通の方、大盛り焼きそば、存在し気づいてなかった。ああ、なるほど。じゃあちょっと焼きそばいただきます。どうぞどうぞ。なんか江戸さんもめっちゃ汚れてますけど、ダムネ？うん、これダムネ。うん。あの、焼きそば。ウランの張った毛で取れた血が出てる。あ、来たよ、これ。いただきます。平泉生産に。今日は、ウランの畑で取れた、たかたかた。その人出てないけどね。なんか、出してる。あ、すごい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 。あ、ちょっとだけじゃあ。ちょっとだけ落とすんだろうな。はい、落とさないよ。一緒に行こう、一緒に、うん、いただきます、うん、ジャガイモってなんで落ち着くんだろうね。似てるから、見た目が似てるからそれはこの髪型になってからでしょ。昔は違ったのよ。昔知らない、まだトム・ブラウンとして安心して活躍してたことか丸芋、うんうんうん、この形の、うん、増えてきたんですけど、うんうん、これ多分冷凍だと思うんですよ。まあでしょうね、うんうん、え、売ってる売ってる、うん、これだからなんか食感が好きなんですよ、うん、この逆にね、なんかショクショクするやつ、うん、ホクホクっていうかショクショク、わかるわかる。これこれ屋台でしか食べられないなと思って。あのね、うん、マユコは、うん、これじゃなくて、うん、普通のジャガバターのが好きらしくって、うん、悲しいね、最近こればっか、うん、だからそれを聞いて、うん、あ、族長と全く同じ人物ではないんだなっていうだいぶね、うん、ホラー関連に関しては似てるとこ多いですからね、うん、びっくりするぐらいそっくりだから。よかった、芋派閥が生まれた。派閥はありました。すごい、まるでたこ焼きですね。江戸さんに似た食べ物ばっかじゃない。ほんとだな。おい、いただきます。うん、クリーミー。かくない？でかいよ。使ってもいいですか？いいよ。本当だ、クリーミーっぽい。そう、クリーミーだから、クリーミー、ま、クリーミーマミの歌忘れちゃった。そう、女の子はあーとーでーティンティティン。ちょっとカバー弾けるから。あ、そうか、そうだそうだ、ね、じゃね、シチュー。でも、すごいクリーミー。なんでだろう、シチューの味する。これ、これちょっと食べて。大丈夫。おー、焼き鳥。塩。これは、ぼんじり？これぼんじりかな？塩一本ずつ頼みました。熱いですね、まだ。いただきます。うん。うまい、うまい。上がぼんじり、上が多分ぼんじりだね。いただきます。あ、ぼんじりと皮とももと、はい、じゃないか。これやっぱりつくね。買ってないでしょ。いや、買ってまだある、うん、これ一皿目だから。うん、うん、うん、おいしい、おいしい。今回はね、序盤にも大事だと思う。しっかり焼いてくれてましたね、うん、大丈夫。桃とつくねです。はい、族ちゃん、うん、あ、七味が欲しかったな、一味が。いろいろ垂れてるのも知らない、うん、ピンキー、ミンキー桃。おー、おっ、鉄板です。一緒にしようね。あ、いいや、楽器の音だから。楽器の音だ。クワイヤじゃないから。合唱でもクワイヤでもないから。いやー。いやー。楽器の
私の歌いさんみたくなってないから、まだなってない。あーみたいな。あれです。フルートボイスなんで。ティキリン、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 ティキリン。さあ、族長が、はい、チョコバナナを、なんかついてんの、チョコバナナに。何これ。コアル。あ、コアルか。コアル。コアルのマーチ。うん、はい。ラッテコアルのマッチ。ほっと一息コアル。すごい。チョコバナナ。チョコバナナはさ、家で作れるじゃん。バナナにさ、剥いたバナナにさ、あのさ、あの100円ぐらいで売ってるさ、あのパンにつけるチョコレートあんじゃん。今違うんです、うん、あのあれでいいじゃん。チョコバナナ作るキットみたいなレジンでチョコバナナキットは、いや、あのチョコ、うん、もう袋があって、うん、その袋ごとチョコをチンすると、うん、バナナにかけるだけみたいなやつあるんですけど、へえ、この風情だよ。まあでもそう、焼き鳥にしてもそうだし、うん、やっぱこのね、家じゃなくて屋台で食べたい。バナナがちゃんと甘い。あ、なるほどね。去年も、うん、足の子でコスイ祭りで食べた時思いましたけど、うん、なんか結構やっぱ、うん、屋台でたくさん多分仕入れて作るから、うん、まだ若いバナナ硬い、そう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 、甘くないのいいんですけど、うん、ちゃんと柔らかくて甘い。なるほどね、うん、あ、いい感じの夕焼けですね。今写真撮りたいけど、おバナナは絶対あのもう一体汚れてるけどね、うん、はい、さらにチョコバナナでも行くのかみたいな感じになっちゃうからね。デザートの時間です。あれ、ちょっと読者、読者どこ行くの、ちょっと読者何買った、読者桃シェイク、リンゴ飴。お、これが桃シェイク、これか、これが桃シェイク。これはどう見てもこれ、これはみかんだろ。これいいから、ソフトクリーム食べた方がいいです。あー、あー、ソフトクリームかわいい、ソフトクリームかわいい。今ちょっと店員さんに機嫌なんでしまいましたけど、うん、桃シェイク美味しい。うん、なんか桃の、うん、なんていうの、うん、みずみずしさと桃の香りとべちょべちょになってるのででもなんか牛乳入ってるからまろみがあって、うん、マロニエル。うん、でもここは箱根町港の、まあ、なんだろう、お土産屋さんと、その名前なんて言うんだろうね、アゼヤ、茶屋本陣アゼヤ。それさ、ここの名前じゃん。ここ全部だと思います。全部かな、うん、これです。ちなみにゾクちゃんはさっき階段踏み外したのですりむいて痛いです。本当に言ってんの。あ、でも、ね、大丈夫。もう今日さ今日ゾクちゃんどうしたの。結構な朝になってる。本当に。黒注意やる。あ、ちょっと割とじゃん。おい、ちょっと何やってんだよ。この間行方不明店に行ってきたんですよ。ああ、はいはいはい。あ、新潟の？え、違う、新潟？新潟でもやってない？東京ですよ。あ、東京でやってんの？三越前でやってる。あ、三越、はいはい。怪談作家のなしさんとか、うん、あと奥様っそとか、うん、ちょっとそのフェイクドキュメンタリーの見かけてる大森時代さんとか の、うん、その行方不明店の展示があって、うん、それをクロコダイルの声優の山田真之丞君っていう男の子と一緒に、うん、ホラーがすごい好きで趣味があって行きましょうって誘ってもらって行ってきて、うん、真ん中になんかいっぱいその行方不明店って実際のじゃないですよ、うんうんうん、そうだね。で全部見ていくとちょっとあれって思うことがあるみたいな感じのやつなんですけど、真ん中に電話ボックスの展示があってそこ中入れるみたいなので、うん、何人かやっぱ並んでたんですよ、はいはいはい、ページさんなんですけど、うんうん、で、まあ、写真撮りたいし並びましょうって言って並んでたら、うん、その第一会場のとこの横にちょっと通り抜けできるとこ、こう繋がってんだろうなみたいなとこがあって、うん、なんかこう待ってたら救急車が目の前に止まって
その展示が路面店みたいな、道路に面してたんですけど、で、え、止まったねって言ったら、普通に担架がすみません通りますってストレッチャー来て、奥から多分熱中症なのかなって、あの女性が運ばれてて、お友達が付き添ってってみたいな、あ、マジでここでしたねみたいな話してたんですよ。で、なんかちょっとね、ちょっとホラーめいたお金持ちの感じだからって言ってたら、その奥のとこでちょっとそのまさに行方不明に関わる展示みたいな、なんか、あ、これあのもうあんまネタバレになるから言えないんですけど、多分インターネット老人の人は聞いたことあるっていうものに関わるちょっと怖い展示があって、そこで多分倒れたんだと思ったらちょっと怖くなあー、それを見てね倒れちゃった。見たのかわかんないけど、単純に多分熱中症だと思って、スタッフさんがここなんかちょっと奥がエアコン効いてなくてちょっとだけ暑かった、なるほどね、そんなでもないんですけど、多分熱中症とかだと思うんですけど、なんかちょうどそういう展示のところだったから、なんだそれ、あるんだねじゃんってなったのと、その会場にゲームボーイなんとかがあったんですよ。ゲームボーイ展示なんですけど、私初めて見た。アドバンスじゃなくてテクマコマイコンみたいなゲームボーイ、あります。何あれ、なんだっけ、山田くんが知ってて名前忘れちゃった。これなんとかだって言って、何すかって懐かしいって言って、なんか私知らなかったんですけど、アドバンスじゃなくて開くやつなんだっけ、SP、 あ、 SP か、そう、びっくりした、初めて見た。なるほどね。他に面白い話ないな。まあ言うてね、あの今のでだいぶ時間がもうすぐ、まだあと5分、あ、5分ある。まあ5分だとも行った方がいいんじゃないか。行くか。はい、じゃあ花火をちょっと見に行きます。はい、はい、おいしょいしょいしょい、来たけど、これちょっと前行った方がいいな、さすがに見えない。もうちょっと前行きましょう。まあこのしゃがんじゃうしかないから、すごいすごいすごい、すごい。近いな。おお。割と近いのもあって。クリアしてある状態で始まるんですか。そうね。あ、でも風がなさすぎて、ちょっと、そうそう、晴れんのが遅いかも。ケーブル渡したけどさ、ある？
Coffee. いや、多分もうちょっとあるから多分次がラストじゃない、次のターンが。じゃあいや、多分最後まだあるよ。終わっちゃったんじゃない？いや、多分まだ柳があるから大体。見てこれ、確かに去年も。そうそう。予言が当たった。うん。大体最後やっぱ柳で終わるから。多分最後の準備。準備時間だなこれ、うん、そうちゃん、そうちゃん大丈夫そうちゃんまだあるから、うん、いや、終わったら終わりですって言うよ。確か前の時も言ったでしょ。こんなような気はする。うん。絶対最後柳残ってるから。湖水祭りのだって、あれでも20時になっちゃった。20分になったの。あれ？なんじゃないのか？いや、ほら！ほら、来たよ。やっぱりなんか花火職人さんもエンターテイナーだから、なんか終わったと思ったら、いやまだあるよっていう、そうなんかやっぱあるんだよね。あー、来た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 、やっぱ最後はこれなんだろうね。すごい。これで終わりでしょ、さすがに。これ終わりましたね。うん、綺麗に終わったもん。あ、アナウンス来たからやっぱ終わりですね。はい。あー、綺麗だった。よいしょ。いやー、全然見えないけどね。族長。族長いるよ。はい。最後。ちょっとそうだね、ごちゃごちゃしちゃうから一回じゃあ移動しましょう。よいしょ。さて、ですね、これ外向いてる、はい、中でお寺あるのかな、あると思います、行ってきますか。ちょっとお寺行きます、はい、あそこ空いてんのかな今、ね、分かんない。お寺の方さっきのとこ戻ったらありますけど、光がちょうど当たっているので、これを上田さんにつけたらいいんだ。あ、本当だ。バカなのこれ。いやでもほら、光源取れてるから、うん、私の顔も見える、江戸さんに近づいたら。何が問題ってさ、うん、今これ駐車場から出ようとしてる人みんなに見られてるんだよ、これ、うん。そこが一番の問題なんだけど。はい、さあということで、終わりました。花火。はい。
いかがでしたか。やっぱ綺麗ですね。今回、うん、なんだろう、なんか前回もあれでしたけど、うん、近いじゃんやっぱ。うん。花火が近さがいい。そう、ちょうどいいかなって。なんかもう、うん、でっかいやつ上がるときに、うん、めっちゃ上まで上がってパーンってなんかもう、うん、アイマックス。完全いっぱいみたいな感じ。通常し、ね、東京で見るやつはミニシアターの、うん、小さいスクリーンって感じで、うんねうん、あの湖水祭りとか足の子で見るやつは、うん、アイマックス。ああ確かにちょっと 4DX 感と合わせて。クリストファー・ノーランがこのサイズで映したいだったくで見られる。なるほどね。楽しい感覚みたいな。でっけもやっぱでっかいスクリーンでみたいな感じありますからね。うん、それはそうだね。あとやっぱなんといっても汗かかないのがいいですね。涼しい。ちょうどいい。この、うん、なんと気温でいけるのはでかいね、うん。でかいですよね。うん、相当でかい。ただ、うん、やっぱり、湖水祭りの方が、うん、なんか、発数が多い。あ、そう。ですよね。うん。うん、なんだろう。まあ、なんか、合計で合わせた時は確か1000発だっけな。うん。の違いが出るので。ちょっと向こうの方が大きい花火多いんですかね。そう。で、うん、規模も大きいから。うん、確かに。それがあって。ただなんかより近さは感じましたね、うん、今年の。ああ、うん、そうね。うん。すごく思った。すごかった。うん、あとやっぱ何度見ても、うん、あの最後のでっかいのからの柳。うん、いいですね、柳はね、やっぱりね、あの、箱根の花火は大体柳で締める。うん。うん、の感じなので。うん、だから、族長も含めて、うん、あれ終わりって言うじゃん、みんな。柳の前に。だから柳来てねえが終わんねって。何回も言っちゃう。絶対終わってねえんだって。待ちじゃねえなって。去年だってね、もう帰ろうとし始めた人たち現れてましたから、ね。割といたからね。ちょーみたいにみんななって、うん。そうそうそう。だからまだ終わんねえんだって、つって言いながらさ、思いながらさ。ヘッペロ。そうそうそう。いやー、まあでもよかったですね。うん、心残りは、はい、新しいベカベカがなかったことぐらいですね。新しいベカベカはね、ここに、これ古い方ですけど、これどこだ？映ってない、全然映ってない。どこに映ってない？これどこにも、だって、バカじゃないですか。あ、ここかカメラ。自撮りしてるんだから。そっか。自撮りしてるんだから、つけて映ってるんですよ。わかりますか？江戸さんがつけてたら映ってんのよ。これよ。すっげー、映ってるね、これだとね。こっちじゃないのよ、今。はい。ビカビカビ。ビカビカなんですけども、はい、もうバッテリーもなくなりますので。あー、寂しい。はい。今日はこの辺で終わりたいと思います。ありがとうございました。箱根の気候と、はい、の良さと、なんかね、花火の美しさ見てもらえたら、うん、あと江戸さんのビカビカを。ビカビカ。また来年も行きましょうよ。はい、そうですね。うん、まあちょっとどこに出没するかちょっと言えないんですけども。確かに。はい。またお祭りちょっと来年夏はね、うん、この後はあれですから続所の続誕が待ってますから、はい、10月トイザラスおじいちゃん、トイザラスおじいちゃん、おじいちゃん、トイザラスおじいちゃん、今回はあれどうしよっかな、なんだっけ、続ちゃん続誕生日用の放送やって先に、うん、はいはい、でそこで集まったお金でそんな元気なことある、なんか族長が誕生日のプレゼントが決まるってこと、そう、うん、そんなことある、使える額が決まる、うん、そのテレビの企画みたいなあります、うんうん、そうそう、それでこんだけ入ったんで、もう1ランク上のレゴが買えますみたいな、あ、終わります、そろそろ 1% なんで、はい、では皆さん、動画、はい、夏の間ずっとこれ見てください、はい、よろしくね、お前のが、はい、ビーム出て、うん、お疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとうございました、むちゃ眩しい。モキュメンタリーみたいになってますね。お前今映ってる生違う動画テスト動画テスト、だから動画の最後に入れたりするやつ、あれだ、戦う NG シーンジャッキーチェン、戦う NG シーンってなんだよ、ジャッキーチェンの映画、ああ最後にね、はい、うん、それみたいなやつ、今年は色が違う、毎年気も違うで、そうだ、族長が今年は浴衣着るあれがないからって言ってたので、
4月31日もう一回行こうかな、でもな、あ、じゃあ8月5日の違うやつに行こうっていうことになりました。舞台稽古で大変かなと思った。浴衣用に買った髪飾り気をつけて。え？浴衣用に髪飾り着る予定ないのに髪飾り買ったんです、うん、あ、髪飾りね。うん。つけずに、うん、女児用の部屋も見つけてる。あれですね。うん、まあ、いろいろな意見があると思いますけど、皆さん。はい。こういう、これが俗称です。はい。ギラギラ招き猫といるじゃないですか。ドカで招き猫。ああ、後ろのね、うん。うん、いますよ、もちろん。ずっと、どんどん物が増えていくという、この。めっちゃ増えてる。そう。ギズモのさ、新しいのがそう、クレムリン2のさ、あの、トサカとかさ、でも高いんだけどさ、欲しいんだけどさ。私が見てたの違うか。違う？あ、でも豆ぐらいさんですよ。あ、じゃあ同じだ、うん。そうそう。あの、ストライプとか、6000ぐらいでしょ。そうそうそう。の、あ、5種類の、そうそう、やつがいて、あの、メガロンパッドやつそうって言って、うん。じゃあそれもらってもいい？そっと、誘拐してくって。誘拐してくんと夜中にいろいろやりだすからやめたらいい。うん。はい。さあ、そんな感じで今テスト動画を撮っておりましたけれども。まあこれはなので、もう、お祭りの後のに載せるやつ、動画としてね。うん。になので、まあ感想とかは、まあ、今日もすごかったですね、何が花火。見ました、皆さん。急に。急に始まったよ。ね、だそう、すごいね。鳥居、あんな感じで大炎上すると思わなかった。鳥居焼き祭りだからね。ね、うん。江戸焼き祭りしますか。江戸焼きはね、うん、あれ、それはね、あの、グリーンヒルとかみたいになっちゃうから。うん。そうそう。海辺の砂浜に江戸さん埋めてね。海辺の砂浜に埋める。あの、言ってることが、立花さんと一緒。うん。立花さんも、すぐそういうこと言うから。焼きたい、そう、立花さんすぐコメントに現れたときに、なに、スタジオ焼くって、すぐ言うから。もうかもしれない。そうそうそう。もうやっぱほら、ね、あの、鳥焼き祭りも、流行り病を沈めるために、鳥焼いて、うん、そのほかげを捧げたっていうから、そうですよ。江戸焼いて、うん、江戸焼き。大火でお願い事かな。読書今日何食べる？あ、チョコバヌーヌが一番やっぱりですか。ジャガバター。え？ジャガバター。ハッカバイブってもうないんですか。俺ハッカバイブって買ったことないけど。そう、大好きだったの。本当に？なんかね、あの人形みたいなやつ。うん、そうそうそう。絶対半券ダメだろうっていうなんか、うん、ジャジャマルピッコロトロとかのなんかこうね、スイートがついた、うん、おソフビみたいなやつに。うん、そうそう。ハッカの粉が入ってた。あれって、めんめんまあ、いいぞ。今日おかわりも自由だ。俗に言う、うん、まあ、ミント、白い粉で、ダメじゃねえかよ。あれだから、チョコミントが好きな人が好きみたいなイメージ？でもなんか、うん、ね、桜ドロップ、熊ドロップさんの、うん、あの、ハッカー目ぐらいの。あー、メントールな感じの優しいやつみたいなね。うん。すごいあるわけじゃない。うんうんうん。そういうことか。なんかビカビカジュース欲しい。ビカビカジュース。またかよ。もう洗って置いちゃうからね、それ。あそこに。そうだよ。去年のやつ。哺乳瓶どこ行ったんですか？また増える。哺乳瓶どこ行ったんだろう、わかんない、そういえば。俺、属性のやつだけ残ってたけど。今年もビカビカ甲冑車 M さん見つけない。あれ、紙がないからずれるんだよな。あれでもだから去年のやつ、ここら辺にいろいろ置いてあるからさ。ああ、逆につけていける。もう光んないや。え、マジ？あ、電池切れて早いな、1年か。1年ですからね。まあでもそうか。うん。あとなんかあったっけ？あ、これ、あ、これ猫だな。あ、これか、ミッキーのこれか。あ、それそれ。ミッキーって言わない。ああ、光ってる。映ってないよ。ちぇ。映ってんのかな、俺わかんない。映ってんのかな。どこまで映ってんの？画角的にはでも、ここ入ってるから、全然。うん。もうこれ出発するまで生放送すればいいんじゃねえ説だよな、これ。とりあえず行きましょうよ。はい。やばい、急須割れとる。
そう、半分割れちゃったんです。それ落としちゃって、俺が。はい。さあ、ということで、これはボーナストラックな感じなので、見れた方はラッキーということで。はい。見れない人いいのわかんないけど。行ってきたよは、はい、この動画の前のパートで、うん、皆さん、お楽しみいただけたと思うので、はい。たくさん見てねということです。ホラーの展開になったら面白いな。いなくなった。またねーでいいのかな？いいのかな？いいっぽいな。じゃあ、終わります。またねー。